どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者な？質問を質問で返さないでください。ひょっとして、そうですか、エデン症候群について何か聞きたいことがありますか？質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くて私は神代に世話になっているね。どうなるって見ての通りです。それ以外の症状は聞いたことありません。治った人がいたと、私が知っている人で最も長くてもきっと大丈夫です。いつかきっと目を覚まし待つしかないんです。この患者、最近運ばれてきた患者ですね。この人、そうですか。それは、神代もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。エデンのせいで誰かが不幸になるなんて、あと何とかしなきゃいけないんです。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる。こんにちは、ケビンさん。お仕事、お疲れさ。り、
リエさん、今日はケビンさんのたくましい大凶。岸辺様、仕事中ですので。お堅いのね。岸辺リエ、背後のお出ましか。上城の上役が何をしに来て、必要な情報は手に入れた。長いは無用、そこを出なさ。ポッと、ではロビーで落ち合おう。慌て、隠れて。ゆうこちゃん、あ、げ、ん、リエさん、今日はどうしたんですか？入室予定者の…ちょっと、大好きなゆうこちゃんの顔が…私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときたのよ。またゆうこちゃん、ほら、辛いでしょ？別に…強がって、とこ、いえ、ピクニック。はい。私たちの他に、そんなこと、それとも彼女さんかし、あそこの部屋とか。ほら、観念して。でこのリエお姉様が手取り足取り腰と。なんだ、誰も。でもゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人、私なんてゆうこちゃんくらいの時。それじゃ本命の彼の、私たちが揃って顔を見せた。はい。あの人